1745年1月11日、千葉県で誕生。1762年、婿養子となる。1794年、隠居。1795年、江戸に行き、高橋義時に弟子入り。天文学、易学を学ぶ。1797年、師匠の高橋義時が完成歴を完成させる。高橋は、正確な江戸から蝦夷までの地図を作るよう命令する。なぜ地図を作るの？当時は、ロシア船がたびたび蝦夷に来ていた。蝦夷地の防備のためには、正確な地図が必要だった。1800年55歳、東北、北海道南部を測量。1801年、関東、東北東部を測量。1802年、東北西部を測量。1803年、東海北陸を測量。1804年、東日本の地図が完成。幕府の役人になる。1805年、近畿中国地方を測量。1808年、四国を測量。1810年、九州を測量。1816年、江戸を測量。1818年、帰らぬ人となりました。1821年、弟子たちにより、大日本沿海予知全図が完成。彼は55歳で測量を始めました。そこから怒涛のごとく、仕事に打ち込みます。彼の姿勢は、現代でも通じるものがあります。中年の星です。彼は誰？